え最近、ゆっくり解説というジャンルで動画投稿しています。今日は決まったキャラクターと機械音声を使うのですが、先輩の中にはじ、ん目抜き通り違う。なだっけあれ、お地蔵さんの名前忘れちゃった。まあ、いいや。先輩の中には自分でオリキャラを作り、それからグッズ展開、本を出している人もいますえ。成功者を参考にすれば同じように自分でも成功する可能性ありますか可能性はあると思いますけど、だいぶ低いですよ。あの、結局、その、 えっと、例えば、サッカー選手とかで、プロになれる人って、まあ、1000人に1人もいないと思うんですよね。多分、5000人に1人くらいかな。あ、ゲけ抜き児童でした。すいません。はい。で、その、じゃあ、サッカーをやり続けて、プロになれる可能性はありますかありますよと。ただ、5000分の1です。みたいな話で。なので、その、 うまくやってる人がどれぐらいできるかっていうと、成功者の人数を見た方がいいと思うんですよね。たまたま一人成功した場合って、その失敗してる人が9000人とかいると、めちゃめちゃ確率低いじゃないですか。でも成功してる人が1000人いると、1万人参加してても10人に1人が成功するわけじゃないですか。なので、その、成功者の人数っていうのが分かった方が、その、要は競争率が分かるので、なのでその同じようなことをやって成功してる人が何人ぐらいいるかっていうのの、その人数を確認した方がいいんじゃないかなと思います。